はい、こんにちは。ようこそゆるふわ仮想通貨チャンネルへ、ひろみです。今日はですね、なんと日本版のアクシーインフィニティが出てきました。はい、その名もジョブトライブズです。はい、ゲームをして稼ぐアクシーインフィニティなんですけれども、本当にアクシーでゲームをして実際に家を購入された方だったりとか、本当にゲームをして稼ぐというのが、昨年大流行しました。はい、その日本版のアクシーインフィニティのようなイメージですね。遊んで暮らす時代ということで、はい、今まで結構ゲームをしていたら、なんでそんな時間までゲームしてるのって怒られた方も、怒られたことのある経験がある方ですね、いると思うんですけれども、はい、この本当に新時代だなと思います。遊んでお金を稼いで暮らすという新時代が来ています。それではレッツゴー。運営会社さんについて簡単にご説明していきたいと思います。 DEA 社という会社さんが運営をされています。デジタルエンターテインメントアセットですね。はい、代表者の方は日本人です。本社がシンガポールにあります。なんですけど、日本の方にも事務所があって、実質日本、本当に日本人の方が運営されている会社になっています。はい、でこちらの会社が行っている事業が、ブロックチェーンエンターテインメント事業を主に行われています。はい、私たちのチームということで、プロジェクトメンバーの方を見ていただくと分かると思うんですけれども、ほとんど ほぼ日本人の方々です。で、ここすごいなと思ったのが、ほとんど東京大学ご出身の方々ばかりなんですね。本当に優秀な方々が集まっている会社なんだなと思いました。パートナーですね、すごいですね。ビットポイント、日本の取引所のビットポイントに上場しています。はい、あと OKX、 ゲート IO、 はい、本当に名だたる仮想通貨取引所に上場をされています。はい、すごくこの時点ですごい信用信頼があるなと個人的には思いました。はい、ちなみにですね、このジョブトライブズは、あの GTO や神の雫を手掛けた、はい、木林先生がシナリオを手掛けていらっしゃいます。すごいですよね。はい、世界観ということで、本当にジョブってついている名の通り、職業をテーマにした、異世界バトルとなっています。カードバトルゲームになっています。すごいですよね。で、ここで取り扱われるコインが、ディープコイン、ペールコインとなっています。で、ディープコインのティッカーシンボルはデップです。はい、でゲームシステムということで、はい、バトルをしていくバトルシステムです。はい、相手を倒して勝てば、トークンがもらえるというシステムですね。職業心、ジョブロードということで、モンスターではなく職業心なんですね。そこもすごい面白いなと思いました。で、職業一覧、アイドル、宇宙飛行士、騎士、外科医みたいな感じで、はい、ここに多分将来 YouTuber が出てくるんじゃないかなと個人的には思っています。そしたら面白いなと思います。はい、で、スカラーシップもあります。はい、スカラーシップというのは、自分の持っている NFT を相手に貸し出して、そこでこう戦ってもらうっていうシステムになります。で、そこで勝ってゲットしたトークンですね、そこはならスカラーで貸し出した人、オーナーとスカラーさんで、なら5対5で分けましょう、6対4で分けましょうとか、まあ、そこはちょっと契約によって違うんですけど、そういった、制度になっています。はい、スカラーシップ制度、アクシーですごい有名になった制度ですね。はい、ここにも、スカラーシップ制度が、導入されています。はい、NFT を見に行きましょう。はい、NFT ですね、こちらで、プレイマイニング NFT となっています。すごい可愛い NFT がありますね。すごい可愛い、はい、すごいドラゴン桜の NFT もあります。はい、こういった有名な先生がですね、インベスター Z だったりとか、はい、有名なアニメの先生方がオリジナルで NFT を書かれてくださって販売がされているということです。本当にオリジナルの NFT となっています。すごい馴染みのあるアニメーションだったりとか、それこそドラゴン桜ドラゴン桜だったり、はい、これから
はい、これはですね、これからリリースされるクッキンバーガーという、ものの NFT になっています。すごいアニメ好きの方だったらですね、本当にもう虜になるような NFT ばかりが販売されています。はい、このような感じで、はい、カイジもあります。カイジの NFT もあります。はい、本当に日本のですね、もうトップ5に入る先生方々がですね、独自に NFT を書いてくださって、販売がされています。はい、ゲームをしなくてもですね、ここの NFT すごく価値が上がっていくんじゃないかなと個人的には思っているので、ぜひぜひアニメ好きの方ですね、ここの NFT マーケットを見てみてください。はい、なんとですね、ここにすごく分かりやすくですね、はい、手掛けている先生方々の名前がありました。はい、ジョブトライブズ NFT、即用心と呼ばれるキャラクターの NFT ですね。クリエイターの方100名以上でですね、イラストを描き下ろしているということで、はい、ここにも有名な方々が、はい、ドラゴン桜だったりとか、はい、ガンダムですね、ガンダムシリーズもありますし、サラリーマン金太郎だったり、桃太郎伝説だったり、はい、本当に日本も代表する先生方々が NFT を手掛けていらっしゃいます。はい、ここのプレイマイニング NFT マーケットで購入することができます。すごいですよね。で、これからですね、もっと有名な先生がとコラボをして、NFT も制作していくということなので、本当に、はい、今後も期待大となっています。私はちょっとゲームに疎いので、ゲームがあんまりできないんですけど、もうゲーム本当に好きな方であれば、本当に始めていただきたいなと思います。やり方とかも、はい、ぜひなんかこう私が教えていただきたいですね。ぜひぜひコメント欄の方にですね、はい、みんなでなんかゲームの情報だったりとか、実際にこのジョブトライブズを使ってゲームされた方ですね、ぜひぜひコメント欄の方にですね、どんな感じのゲームだよとか、どういう風にしたらもっと強くなるよとか、はい、みんなで情報をシェアしていただければなと思います。はい、ぜひぜひですね、コメント欄の方で、はい、皆さん情報をシェアしてみてください。ここにある今すぐプレイというところですね、簡単にプレイをスタートすることができます。なんとですね、この NFT を購入してバトルすることもできるんですけど、はい、完全無料でスタートができるので、ぜひぜひですね、本当に初心者の方でもすぐに簡単にスタートができるゲームとなっています。もちろん NFT を購入してバトルされても、多分よりですね、もらえるトークンの数量が多くなってくるので、はい、ぜひぜひですね、皆さんのスタイルに合わせたゲームをここで繰り広げてみてください。はい、ここの今すぐプレイというところを押して登録をして、ゲームを開始されてください。本当に有名なアニメの先生方がNFT を手掛けていたりですとか、結構絵のこのスタイルもですね、はい、日本の漫画だなという感じで、すごい親近感がある、馴染みのある作品となっています。初めて耳にしたなという方ですね、ぜひ概要欄の方に URL 貼っておくので、ぜひそちらでどんな NFT 売っているのみたいなこととか、どんなゲームなのっていうのを、私も今ここ 100% はお伝えができていないので、ぜひそちらでチェックしてみてください。はい、今回もご視聴いただきありがとうございました。